今回の企画はおしゃれキャンパーは一体何を買うです。はい、聞いていきましょう。じゃあ中川で聞いててな。はい、頑張ります。行くぞ。おしゃれキャンパー探しに行こう。おしゃれキャンパー探そう。いっぱいおるから。はい、ちょっといかつい買い物されてる方いたので、ちょっと見させてもらおうと思います。じゃあお願いします。はい、何買われました今日？本物の、なんだろう、レトロっていうのかな。あ、なんか久しぶりに出たらしい。あ、そうなんですね。これもまた珍しいやつです。マットな感じの。本当？柄が悪いやつ？あ、オールドマウンテン。あの椅子のね。デバイスワークスの。デバイスとのコラボのやつですか。そうっすね。うわ、高かったでしょ。ちょっと高いかな。通常のやつよりちょっと高いかな。あとたまたま今これもね、たまたま今これがポッと出てて、これ何入れるんですか。これってもうナイフ。あ、ジョン・アーミー。かっこいいナイフ。おお、かっこいい。うわ、びっくり。なんかナイフ見ると買っちゃいますよね。え、そうなんですか。ナイフ見るとなんか買っちゃいますよね。ナイフ見ると買っちゃうの。それもナイフですか。ちょっと待ってください。ちょっとうわ、かっこいい。かっこいいナイフ見るとね、めっちゃ買ってますね。ね、すごい。あとはなんだろう、あとあれですか、TP テーブルの袋、はい、あ、袋、うん、ちょっと奥の入っちゃってるから。あ、へえ、すごいですね。てな感じで。これは総額一体。総額は。いや、これは別に大したことない。そんなに。そう、大したことありますわ。去年のビルドスタイルに比べたら。去年はいくらいった。去年はちょっと一桁多かったですね。マジですか。一桁多かった。多かった。うわ、まあ、うわ、じゃあ今回は一桁やったんですか。あと、だから、1、10の。去年もう一個売っちゃった。嘘。何買ってそうなんですか。テント。テントも買えた去年。ケイブ。何ですか。ケイブも買えたし、あとなんだろう。行き来のいろんなセット。セット。そら行きますわ。とか行くともう。そうですよね。行きますよね。え、どんなサイトですか。ちょっと気になってきた。インスタもすごいことになってるんですね。多分繋がってるんで。ねえ、ね、すごいんですよ。本当にちょっと覗いてやってください。ありがとうございます。すみません、止めてしまった。とんでもない。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごい。すごいわ。それ、ヒンチャルがありそうかな。急にいかついね、買い物されてる方いて。汗出た。はい、じゃあ二人目。買ったものを見せてくれる方見つけました。じゃあ安藤ファンさん。おいこんばんは。こんばんは。お昼。ちょっと、はい、じゃあ買ったものを見せてもらおうと思います。はい。はい、じゃあ一個目は。ホリデーズ。ホリデーズや。ホリデーズ。これ美味しいよ。絶対これ。これお土産。あ、そうだからお土産用に買ったね。どうぞ。そうでしょ。なんで私着てるの。そんなんありですか。和歌山限定。いいんですか。やった。ありがとうございます。で、次、はい、が2月に、はい、あ、また、はい、次に2月僕らがあのイベント続きする協賛品のベルクロードのボタンです。やばいやん。これ当たります。うわ、ストーンでしたっけ。ストーンです。ストーンっていうのが。当たるらしいですよ。はい、ショップから多分一般募集すると今はお誘いゲストで来てくださいっていう状態の、はい、状態です。すごい。で、山広さんからこれ協賛でもらいました。ベルフック、はい、いただいてます。かわいいハンガーのやつですね、はい、そうかわいい。これぜひぜひってことでいただいてます。はい、うわ、いいな。え、山広さんと怒られてるんですか。行きます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 。マジですか。はい、ジュリさん。でね、あとがこれなんですよ。あっ、
やってた伊藤さんで見て簡単映え飯映え飯水入れるだけ好きなやつ簡単映え 飯水入れるだけうわすごい3種類あるのちょっと、まだもっと種類あったんですよ、だから保存が1年ぐらい持ったから、で1年ぐらいで、でこれがペンネで、でこれがリゾットなんですよ。おでもう本当に全部水入れるだけなんですけど、水だけ水だけ、でもう全部味付けしてるんで、おーすごい。でこれはなんか塩コショウ振るってやるか、うん、塩コショウを振ってやってやるっていうので、でこれも水の代わりに牛乳入れてクリームリゾットにして、はいはいはい、前飯前飯前飯大好き前飯大好き大好物それをこのレンズで撮るそうそう撮るんですよこのレンズすごくないこれ何撮ったんですかこれで今日は。今日はねフィールドスタイル、で一応ねそのなんだショップの有名な山広さんとか、で堀西君とか別に堀西君は大きな入るんやけど写真撮ってもらって、あーなるほど、はい、で、はい、最後が、はい、ムータさん最近あのキャンプ用品始めたらしくて、で買ったのが、はい、ゴルフ用のネックウォーマーキャンプ用品始めたのに始めたのにゴルフ用品買いました、まあ、まあ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 ねゴルフもアウトドアですからすいませんまだこの辺で買ってませんすごい、はい、でもねコーディネートはいいですよ、はい、ありがとうございます持って帰ってくださいもう、うん、あ、それならもういただきますうわすごいアオハルさんまたサイトの紹介の方に、はい、あすいませんよろしくお願いします、はい、ありがとうございましたありがとうございましたすいませんはいじゃあ YouTuber さん見つけたんで今日買ったものをちょっと紹介していきたいと思いますハムキャンプさんでーす旅々のどうもハムでーすゆいでーすエリでーすクイクイさすが YouTuber さんか出しましょうかじゃあ1個目は1個目はキャンプ系 YouTuber はほんま何買うんやろそうキャンプ系 YouTuber の買うものは絶対トレンドやから、ね、トレンドやから間違いないこれ粒のやつ高級マスタードイエーイこれはちょっとウインナーにつけてねこれいいよ食いつきが犬も食いつくいや高級ツボマスタードえキャビアキャビアこれえキャビア黒胡椒ですあ黒胡椒高級黒胡椒へえ気になる粒の粒シリーズ、はい、そうですそうですへえさすが高級志向ラグジュアリーキャンパー高級志向ラグジュアリーキャンパーありがとうございますラグジュアリー映えさせようと思って YouTube でこれは映えるよ粒は映える見せとけば映える映え料理ができるはいじゃあちょっとあとはどんどん出てくるでしょうねこれはもうマスタードもう一個マスタードとか思ったあともう一個買ったのは、はい、郵送しちゃったんですよあ何があったんですか完全乾燥撤収さんおーあの T シャツアパレル、うん、着てたやつあれの冬用なのかな、うん、デッドストックで作られたおなんかミニタリー的な何やろ香りが売っててジャケットもそれを始まったそれだけですすいませんそうなんですこれから買いますですありがとうございましたハモキャンプさんでしたはい、はい、なんと女性の登場ですよ有名インスタグラマーショウミちゃんお願いしますじゃあ今日何買ったか見てもらおうと思います、はい、まずはじゃあスパイスあ、料理系やからね、はい、ヨーデルさんのスパイスですおでサワークリームとシソニンニクシソニンニク新しいですよねこれは見たことあるけどそうですよねこれめっちゃ多分珍しいまたあのキャンプ飯するんで楽しみですこれはめっちゃ買ってる次何があるの
ちノデルさん。あ、ノデルさん、さっきのね、人もノデルさんはスプーン2個。あ、かわいい。めっちゃかわいいんですよ。これ限定らしい。ポーチ？へー、かわいい。これは何用と思って？これは丼買います。あ、なるほど。で、こっちはデザート、スイーツ。あ、なるほどね、おしゃれ。これ若いからできるんや。私が使ったらおいわー、かわいいかわいい、おしゃれ、さすが。風ともり出た。風ともり出た。風ともりさんも、あ、グラス？グラス。え、めっちゃかわいい。めっちゃかわいいんですよ。あ、かわいい。あ、これおしゃん。わあ、いいわ。風ともりさんどこ？ちょっとバレてるやつなんですよ。めっちゃいいよ。そう。ここや。子供ある。そう。あれね、見れるね。うん。ブラインドロッジのあれもね、あれ。わーやー、すごい。ラストラストは並びました。並んだ。並びました。お、何や、じゃあ、お、あ、出たー、コロニスタやー。開けていいですか？お、あ、大丈夫、本当か。何色やろう。うちはピンクですけど。え、あ、かわいい。あ、かわいい。白や。これはかわいい。わ、かわいい、かわいい。これ、え、並んで買えたんや。並びました。最中並びましたよ。あ、これ狙いで。いや、なんかね、迷ってたんですけど、やっぱもう一回並んでやめてもう一回乗れました。どういうこと？やっぱ買うってなって。やめたんや。諦めたけど。おう、あ、もうかわいい。これ間違いないわ。すごい。以上です。めっちゃ買ってるわ。さすが有名インスタグラマー。料理飯で有名、キャンプ飯で有名だね。ありがとうございます。はい、そう、みーちゃん、これからも頑張ってください。頑張ります。見てます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、なんと熊助さん出会いました。2回目です。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。今日は何通われましたか？ロンティーをね、買った。どこ、これあのハック、マウンテン。あ、はい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 。かっこいい。この雲上染め、藍染めのなんかやつが欲しかったんですよ。かわいい、これ。で、前回ちょっとポップアップのイベントの時も売り切れてたんで。そうなんだ。これは似合いますわ。あの、まく店員さんにもなんかポンポンってやられて、ありますねって。思い出した。いやー、すいません。買っちゃった。まあまあ欲しかったんで、これは。まあ、って感じですね。さっきまでは。さっきまでは。本当に、来てこれしか買ってなかった、マジで。で、ずっとご飯ばっか食べてて。ご飯ばかりね。そう、ご飯で。食べ物ばかり。そう、肉おいしいなとか、クレープおいしいなとかやってたんですけど、ほんの3時半ぐらいまでは。おー。3時半ぐらいまで。え、そっからまだ1時間ちょっとですけど。そう、経ってないですけど、なんかね、テント。ちょっと待って、テントは今日初めて聞いたけど、いろいろ聞いてきて、一番莫大な本が。僕、今日電車で来てるんですけど、帰れるかなっていう、これ10キロあるんですけど、10キロ、そう、岐阜まで持って帰らなきゃいけない、まあ、いっか、明日休みやしみたいな。どこのテントですか？ヘルスポートっていう北欧の方のテントなんですけど、バルホールっていうでかいやつですね。なんか8人ぐらいいける。薪ストーブもいける。穴開いてる。穴開いてる。珍しく、そのああいうトンネルテントには珍しく、あの薪ストーブまで入れられる。すごい。じゃあ冬にも余裕で使える。そうで、ちょっと欲しいです。3日前ぐらいに欲しいなって思って3日後に買ってるわけのわからん状態なんですけど、こんなんばっか捨てて、前のなんか幕を細いやったし、2日できたとか、ほんまですね、思い立って
なんか持ってはりますわ。欲しいって思ってるのか。引き寄せられちゃうか。ないな。やばい。やばい。ちょテントはやばいと思います。僕も初めてフィールドセール来てテント買って帰るの初めて。あ、じゃあもう予定外の開放。完全に予定外。なんなら今日もそのあれですね。何もなかったら別のとこで買おうと思って。まあどっかのタイミングでですね。なら結局買うやつを見れた。まあ、やけどちょっとイレギュラーすぎてちょっとまだ動揺してる。ちょっと自分でもびっくりしてる。どうしたらいいんやろうみたいな。はい、あの。なるほど。はい、まあ来週キャンプなんてちょうどよかったし。初張り来週。そうなんですよ。ちょっとね、おこもりするテントがなかったんで、あんまり。でかすぎて、ね、蜂蜜のところで一人でおこもり。あ、ね、その次はまたあのなんか知り合い何人かと思うんで、なるほど、まあ、それも含めてですけど。なるほど。はい、おらいいテントですね。ええ。もうちょっと。動揺がし隠しきれない状態ですけど、マジで。いやでも、そこがフィールドスタイルの怖いところで。いや、ほんと怖いですね、マジで、うん、ちょっと本当にあの過去最高ですわ。ちょっともう6回ぐらい来てるんですよ、6回目ぐらいですけど、ちょっと過去最高の散財とか一撃がでかすぎて、ちょっとマジでドカーンと。そう、去年の冬もあのコンテナ、あ、抽選で当たったコンテナ買ったんですけど、はいはいはい、うん、その時震えたんですよ。あれね、そう、今も震えた。カードを出す手が若干震えてたんで、店員さんも、もうね、よく分かんないじゃないですか。いや、すごい、ね、またぜひ次回のフィールドスタイルでもそういうのをあの楽しみにしてるんで、あの、ね、そういうよくないです、待ってます。よくないよくないでこういう風に大人になっちゃダメだよいいと思いますよ、はい、これでね、冬キャンプを楽しめるわけです。次のあのね、あのあれです、あのご一緒させてもらうゆらゆらフェスでも、でももしかしたらこれぜひもう来させていただきたい。あるかも。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございました。さすがくますけさん一番どでかいのやったぜやったぜ。ありがとうございました。ありがとうございました。次回も楽しみにします。はい、なんと最後にすごい人たちが撮らせてくれるということで紹介します。しょうこさんとゴリラさん、アウトドゴリラさん。アウトゴリラです。でーす。しょうこです。中華で有名ですよね。じゃあ早速じゃあゴリラさんから伺っていいですか。一、はい、つ目を、ね、T シャツですね。これ私も見た。ザ・アースの T シャツですね。かわいいやつ。色味がすごいいいなと思って、ね、あ、似合いそう。ゴリラさん似合いそう。あー、すごい。ザ・アース。じゃあ次、お次はどんどん出てくる。あ、デバイスや。デバイスも何買ったよ。マグ。おお、マグ、うん、お皿ですね。お皿や、可愛いやつ。おしゃれですね。おしゃれ。さすが。ちょっとパパさん趣味が合うんじゃないかな。そう、たまたま並んでる、友達と並んでるのが来てくれって言われて、一緒に並んどって入れて入れたから、せっかくやから買おうと。すごい。最後に、今回の僕のお目当てですね。お、なんですか。デールのタープです。お、買ったれー。タープ、うわー。で、今回の色が黒色です。お、すごい、ほんまに真っ黒。普段は白しかないんですけど、うん、そうですよね。今回は黒があったので、黒を持ちました。以上です。トレンドは黒ですね。はい、黒です。黒着てますね。黒です。じゃあ、じゃあ、しょうこさん、はい、お願いします。マゴマ買いました。お、最初何ですか、これは。松さん、松さんのコーヒーをお買わせしました。もう小分けだから、はいはい、もう1回1回、あ、1杯分が1杯分でもう測らなくてよくて。なるほど。もう開けなければ1年持つ。え、すごい。大体もう最初開けちゃって、うん、もう
残ったまま賞味期限切れるって結構多いけど、それはいいですね。これもコーヒー好きですか？そう、何さんなん、有名な、そう、なんて、ね、イニックさん、これもちょっと試飲させてもらって、ハニーちょっと違う、なんかハニーコーヒーで、ハニーコーヒー、甘みが、いや、すごいハニーでした。すごいハニー、ちょっとハニーかなと思ったけど、超ハニーですね。これ超ハニーです。気になる。あ、出たよ、風最近のおしゃれのおしゃれさんだね、広島イケメンの風ともりさんです。であとロットプロダクツさんとコラボしてるマグカップ、まあ、グラス、私も買ったんですよ。あ、買いました。これコーラがすごい、コーラ、コーラ入れるとすごい綺麗っていう白文字らの方を買いました。コーラも好きですか？コーラも好きです。おしゃれですよね、割れないもんね。ですよね、はい。おしゃれキャンパーのお二人。これもロットプロダクツさんで、これ中ちょっと買ってきて、あのキー、真鍮のキーホルダーでしたね、ちょっとおしゃれな。キーホルダー、はい、真鍮、真鍮のおしゃれな、すげえ重厚感ある感じの、すごい重厚感もあるし高級感もある、あるセッションのさんとのコラボ。セッションはおしゃれキャンパーな、ね。で、あと最後がノデルさん、はい、あ、これ今一番一押しです。来てますね、ノデルさん。ノデルさん、今回カトラリー、まだ通常発売してないみたいな、新しくカトラリーを出してるみたいで、おしゃれキャンパーさんが持ってるこの木のね、いやー、おしゃれなんですよ。マグカ、マグも、あ、おしゃれ、何これ、木でモデルさん、なんかこれも2個しか持ってきてないので2個買わせてもらいました。その2個買ったんですか？その2個買ってすごい、以上でございます。さすが、もうこれはもうトレンドが詰まってたんじゃないですか、2人でね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです、背高いからちょっといいいや、またね、おたげでお会いしたらよろしくお願いします。そうですね、ありがとうございました。お疲れ様です。いろいろ見たかったけど、やっぱり昼からやときついな。まあでも、欲しいのゲットできたな。俺嬉しかったな。風ともりさん、ちょっとずっと見たかったから嬉しかった。結構みんなあれ、いろんなトレンドを見つけました。いろんなトレンドのね、ワードはちょっと分かったかな。うん、ブラック、モフモフ、ほんで、なんや、あの、なんていうの、ラグジュアリーこの3つみんな極めてったらおしゃれキャンパーなれるんちゃいましたやろか。ね、今回の動画はこの辺で終わります。また次回会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。相手はチャンネルママでした。